FM ギニワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、本日、メンヘラジオ第105回、105回の収録放送となっております。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ツイキャスもやってます。はい、いよいよ10月に突入しまして、うん、まあ、収録時点でもね10月の1日となってまして、はい、はい、日の入りもね沖縄地方、ずいぶん早くなったと。日の入り、うん、あ、うん、日の太陽が暮れるのがね、うんうん、ずいぶん遅くなったということで、今日帰りの車の中で、ね、早くなったってことやろ。はい、ニュースを聞いてたらそういう風にお話ししてましたけれども、うん、うん、随分ね夜が訪れるのが早くなったわけだからね、うん、僕も帰りの時間帯がだからだいたいそのぐらいなので、仕事終わって、うん、早めにライトつけるとか、運転の方をね、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていう。そうだね、うん、早めのライト点灯、はい、なってきましたけれどもはい、はい、今日は夏実さんと僕はね珍しく別行動をとっておりまして、あ、そう、いつもね公私混同ともに公私混同って言い方あれだけど、まあまあまあ僕のね職場が、地域活動支援センターっていう、特性上ね、夏実さんは利用者としてちょっとそちらに来てて、はい、うん、僕がスタッフっていう形で働いてはいるんですけれども、うん、なので言ったら、うん、もう朝から寝るまでずっと一緒のことがもうほぼほぼ毎日続いてるっていう感じではあるんですけども、今日はね三位一体、うん、いや二人や二人一体でな、夏実さん今日はちょっと病院がね午前中あったっていうこともあって、うん、そう、はい、珍しく、離れてる時間の方が多かった一日になりましたけど、はい、いかがでしたか。内科行ったんよ。内科行って採血3回された3回刺された。何があったの？血管が逃げるって言われた。はい、ではそんな血管が逃げる夏実さんと短いお時間ですが、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイキャス早速来てます。あ、ありがとうございます。はい、沖縄大好きさん。お、沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。どうも、クリス・ペプラーです。違うだろそれなんかその詐称したやつじゃないかい。で、沖縄大好きさん、ね、祝 FM ギノワン、祝 RBC 創立記念、うん、祝 QAB 開局記念だそうですよ。あ、今日そうなの？今日が、うんうん、FM ギノワン開局記念日なんだ。10月の1日がよし、いいよ。収録日10月1日、うん、そうなんだ。続いてロアさん、うん、こんばんは。リングフィットしながら聞きます。こんばんは。リングフィット、リングフィットって何ですか？絶対何かあれだよなんか運動的なやつやな。運動的なやつだよ多分。いいな、すごいな。ちょっとダイエット器具かなんかの匂いがするけれどもね。え、器具の匂いがプンプンするね、うんうん、腕かな、腕かな。リングフィットでしょ。腰かな。腰にやって、うん、腹筋するんじゃない？なんかちょっと腹筋しにくそうだけどそれ、うん、
で沖縄大好きさん、はい、明日は大好きを叫ぼうの収録、お今日 FM ギノワン開局記念を祝して、うんうんうん、テーマ FM ギノワンの大好きなところを2人からのメッセージも待ってます。あ、OK、 メールアドレスとかねあったらあるはずよ。あのそうそうそう X でちょっと見てからメッセージしますね。あ、じゃあ X で DM でもいいのかな。うん、DM でもいいですかね。あの大好きお酒坊にちょっと忘れないように、うん、夏美さんちょっと教えてね。はい、はい、ラントさんヤッホーって。あ、ラントさんヤッホー。あ、ヤッホー。ロアさんはね、あのスイッチのね、うん、ゲームしながら運動するやつって、あー、リングフィットってなんか見た記憶があるな。なるほど、スイッチなんかこう、うん、こうやるやつやな。うん、認定運動さんね、そういうなんか、うん、体を動かす系のね、うん、あるんだね、ゲームソフト出すの、コントローラーとかね、うん、得意よ。なんか卓球とかもできるやつでしょ、うん、スイッチって、うんうん、そうそう、いろいろなね、スポーツのボクシングのやつもできるやつだ、うんうん、いいね、遊びながら運動ができるって一番いいよね。いいかもいいかも、うんうん、あ、ありがとうございます皆さん。はい、ありがとうございます。引き続きツイキャス待ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマは、はい、というわけで本日のメンヘラトーク、トークテーマは、はい、好きな匂い嫌いな匂い。はい、というわけで、はい、まあシャンプーであったり香水、うん、まあ身近なところで言うと洗濯洗剤とか柔軟剤、うん、とかさ、うん、こういった普段使用する、まあ、香りがするものって、うん、結構まあ自分好みの匂いを選んでからさ、うん、使って、いると思うんだよねみんな、うん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 、まあ、そういったそう人工的な香り、はい、匂いに加えて、まあ、あとは自然で感じる匂い、自然で感じる匂い、ね、そうそう、あの森の中で香る木の匂い、花の匂い、うん、だったり沖縄だったら海からね漂う潮の匂いとか、うん、で、まあ、普段道とか歩いててお店から香ってくる焼き鳥とかの匂い、うん、で住宅街歩いてたら、あ、このお家カレーだな今日みたいなね。カレーの匂いいいよね、夕方のカレーの匂い、晩ご飯の匂いね、うん、まあそういったなんかちょっと匂い嗅ぐと、うん、この匂い嗅ぐと安心感とか満足感あるいは幸福感を得たり、うん、すると思うんだけど、うん、まあメンヘラさんもね比較的なんか自分の好きな匂いで心を落ち着けたりとか、うん、なんか病院だったらね、あの一時期あったけどアロマ焚いてみたりとか、あ、アロマテラピー、アロマセラピーみたいなのがあったりするけど、うん、うん、そういった好きな匂いだったり、うん、まあその逆で、ちょっと匂い嗅ぐと不快になる、うーん、あるいはなんか気分悪くなるとかさ、そういったちょっと嫌いな匂いとか、うん、まあその嫌いな匂いの中でもちょっとなんかこの匂い嗅ぐとちょっと危険を感じるみたいな。何それ。例えばさ、なんかガスが漏れてる匂いとか、ガスが漏れてる匂いなんて危険以外感じないわ。そうそうそう、まあでもそれを嗅ぐことでちょっと危険察知するっていう、なんかだから人間、うん、人のさ営みの中にやっぱり匂いってさ、うん、つきものだと思うのね、うん、うん、だそんな中からなんか好きな匂い、落ち着く匂い、うん、あるいはさっき言ったように嫌いな匂い、苦手な匂いを、うん、があればちょっと教えていただけないかなということでこちらのテーマにしています。匂、うん、いにまつわるあれこれ話でもいいよ。そうですね、はい、うん、よろしくお願いいたしますということで、はい、まあ、まずは夏美さんの好きな匂い、夏美の嫌いな匂い、まあ、好きな匂いから聞いてみようかな。あの今日嗅いでて思ったんですけど、はいはい、今日まさに嗅いで、今日まさに嗅いできた、あの家猫、家猫、あ、飼っているペットの、ペットの匂い、ココさんかな、うん、ココさんの、ココさんの、うん、あの匂いがね、うんうんうん、なんかね、なんていう匂いなんだろう、あれ多分ダニの匂いだよね。いや、ダニいるのあいつ、ダニじゃない、違う。お布団とかでもダニ、 お日様の香りはダニの死骸の匂いとか言わない？ちょっとちょっと、あのうちがなんか汚いみたいになっちゃうんで、違うなんかやめてくれる。綺麗に掃除したばっかなんだけどさ、うん、あのココさんのね、うん、あの耳の後ろ側の匂いが好き。はい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 、それを嗅いできた。なんかね、肉球の、人によっては肉球の匂いが好きとかあるよね。あ、肉球もいいかもしれない。うん、それってなんか、あとお腹の匂い、あ、じゃあペットの匂いを嗅ぐと猫の匂い嗅ぐとちょっと安心するというか、うん、うん、今日それで元気チャージしてきた。あ、いいねいいね、うん、
うん、逆に苦手な匂いとかある？苦手な匂いは、うん、あの長い間つけてなかった時のクーラーの一発目、うん、臭いねなんかあれ嫌だね。あれちょっとテンション下がる、ね、なんかあれ嫌じゃない？わかるわかる、うん、なんかちょっと擦れた匂いがする感じね、うん、ん埃っぽかったりするし、掃除を怠った自分へのあれみたいな罰なのかな。クーラーからの、クーラーからのお前掃除サボってたからこれでも食らいやがれ。そうそうそう、食らいやがれドヤーっていうシューこんだけ汚れてんだぞ私はとクーラーからの一撃ですね。そう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 、うん、はい、ツイキャス、ツイキャス来てます、はい、ツイキャス来てますか、はい、あ、埼玉の郷さ ん、 お、 こ ん、 ばんは。お薬飲む前に聞け、健太さん、なっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。うんこんばんは、うん、ありがとね、いつもツイキャス、はい、見に来てくれて、うん、沖縄大好きさんメール完了って、メール来てるかもしれない。じゃあちょっと沖縄大好きさんのメールが来てるということなので、なっちゃんは、あ、埼玉の郷さんがね、はい、なっちゃんはこもった香りが苦手なのねって。うん、なんかね、そうだね、こもった香りがね苦手なのかな。クーラーの匂いは、うん、なんか嫌いではないんだけど、なんか一発目は嫌よねって感じそれ嫌いって言ってるよね。嫌いたくないね、うん、はい、じゃあ、今届いたばっかりの沖縄大好きさんのメッセージ、はい、読ませていただきます、はいはい、改めましてメンヘラネーム沖縄大好きさんより、はい、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、メッセージテーマ、好きな匂い、嫌いな匂い、うん、好きな匂い、そうですね、先に嫌いな匂いから言います、うん、自分の汗の匂い僕は結構汗かきでして、うん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 、動いた後の汗の匂いが半端なく、うん、特に衣類に染みた汗の匂いはやばいので、うんうんうん、即着替えて即制汗剤、うん、それにちなんで柔軟剤の匂いが好きです、うんうん、あとは香水の香り、女性の方が使う香水の香りっていい香りしますよね、うん、強くなく優しい香り、可愛い人だとよりドキッとしますよね、うん、おい、沖縄大好き、やなすけべや自分自分ね、うん、あと個人的に行きつけのリラクゼーションサロンが、うん、焚いているアロマの香りも好きです。え、リラクゼーションサロンなんておしゃれなところに行ってるの沖縄大好き。リラクゼーションサロン、いいね、リラクゼーションサロンってすごく言いにくいしね。ね、言いにくいね、リラクゼーションサロン。リラクゼーションサロン。リラクゼーションサロンってどういうことをするんだ？マッサージとかもしてくれるのかな？顔のマッサージとかしそうじゃない？なんかエステ的なね。ああ、いいね、いいね。頭皮のマッサージされたいね。うんうんうん、でもね、汗の匂いはね、うん、沖縄大好きさん、汗の匂いはもうこれはね、しょうがない。みんなかくから汗は。本当ね、でも分かるよ、俺もめっちゃ汗の匂いが、うん、夏も自分も気になるもん、うん、苦手で、なのでそれこそ今俺が手放せないのは84のロールオンのやつね。うん、買ってるね、うん、この前ね、ギャツビーのね、うん、ピーチ、ピーチ、うん、氷とか書かれてるさ、氷霊みたいなことが書かれてる、うん、メンズギャツビー、ギャツビーの、うん、シート、うん、シートじゃない、脇臭、うん、プシューって出るタイプのやつ、うん、塗るタイプじゃなくてさ、うん、あれ買ったらね、うん、あれのせいで余計臭くなるみたいな、ない何わかんない、制汗剤のせいでよりなんか自分の汗と、うん、体質と汗となんか化学反応を起こしたのか知らんけど、うん、よりなんか不快な匂いが自分の中洋服から出てくるとかさ、うん、そういう現象が起きちゃってさ、うん、だから制汗剤って一応なんか汗をまあ制するって書くじゃんね。汗を制する抑えるんだろうけど、うん、匂いまでは制してくれないんだなっていう。ああ。だからちょっと自分に合う制汗剤ってやっぱあるんだろうなって。あるよ、匂い、多分それ個人差だよ、まあ、本当に個人差はあると思うんだけど、その点84のロールオン、うん、あのフレッシュソープの香りね、うん、あれは大好き大好き、うんうん、なんかしっかりちょっと止めてくれてるっていう感じ。ちょっといい、結構いい値段するんだけどね、高め、へ、普通の制汗剤、それこそワキシュ、ギャツビー買うよりはちょっと高めではあるんだけど、うん、はい、そうなんだ、うん、
おすすめ。おすすめですって、うんうん、使ったことある人の方が多いかもしれんけど、うんうんうん、埼玉の御さんからツイキャス来てます。はい、お願いします。まあ、クーラーのことですね、これ掃除しれって来てます。本当だね。はい、はい、うん、で、好きな匂いは、うん、ガソリンスタンドの匂い。わかる。ご飯作ってる時の匂い。わかる。嫌いな匂いは、うん、ぬか漬けの匂い。え、じゃあ漬物系がダメなのかな。漬物全般ダメだったら、俺埼玉の坊さんってすごくそのガソリンといい、うん、あとカメムシの匂いも嫌いって。それ好きな人いる、むしろ。漬物の匂い俺もダメでね。もうケントさん漬物ダメよね、うん、ダメダメダメ。あのデパ地下とかで漬物コーナーって漬けの時点でダメだよね、もうね。いやもうダメだね。ちょっとあの吐き気を催す時があるぐらい、うん、ちょっと漬物のあのコーナーはダメ、デパ地下の。マジか、うん、好きだけどな。苦手ですね。へー、うん、あと納豆もちょっとやっぱり。納豆もダメ、うんうんうん、そうなんだ、うん、美味しいけどね。あ、ほんと、うん、でね、うん、あのね、沖縄大好きさんはね、はいはい、ヘッドマッサージがお店、あ、ヘッドマッサージがお店のおすすめです、うん、あら、いいわね。あ、やっぱりヘッドマッサージがあったか。うん、いいね、やってもらいたいね、うん、なんかそういうリラクゼーションサロンもそうだし、いいね、マッサージ的なやつあるじゃん、うん、ああいうところ一回行きたいんだよな、ね、香りがいいからね、絶対ね、うん、あの、あとさ、アイドルとかいい匂いしそうじゃない、いきなりだけど、沖縄大好きさ。アイドルはしそうだな。アイドルはいい匂いしそうだよね。アイドルから臭い匂いはむしろしてほしくないもん。そうだよね、そうだよね、うん、店長の優しさ良きって書いてある。ああ、そうなんだ、うん、ああ、それは行きつけになるわな。でね、埼玉の郷さんがね、うん、安い制汗剤は余計に臭くなるよって。本当そうですよね、うん、マジでそう。だから、うん、安い制汗剤もそうだけど匂いよ、本当に、うん、いろんな匂いが販売されてるじゃん、うん、それこそ石鹸の香りもあれば無香タイプもあるし、うんうん、俺が買ったのはピーチだったんだけどね、ピーチはちょっと、うん、シューってするタイプのやつはあんまり僕には合わないっていうことが、僕には合わなかったってことで、はい、判明しておりまして、うん、でも何回かそれ失敗してんだよな。安さにちょっと惹かれて買っちゃうんだけど、うんうん、やっぱ失敗したなって思うことが多いですね、うん、合う人もいるんだよきっとね。まあそうかも。ペーターさんからも来てますよ。ペーターさん、こんばんは。こんばんは、はい、アリマークの絵文字が1個来てる。ありがとうございますってことでさ、あ、次がさ、アリが2匹来てる。あれが、これあれが続くんじゃないか。ちょっとありがとう、ペーターさん。はい、ではここから楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは匂いにちなんで、はい、はい、坂東麻里も CV 花澤香菜でくんか、どうぞお聴きください。はい、みんなガソリンの匂い、なっちゃんはどう思う？ガソリンの匂いはね、あの、うん、うん、嫌いじゃない。スタンドの匂いね。嫌いじゃない、嫌いじゃない、ガソリンの匂い。なんかいいよね、ガソリンの匂いって。うんうん。で、つい最近、あの、うちの事業所、うん、のアゴラの周辺で、なんか、うん、多分外壁工事か、外壁の塗装の塗り替えしてたんだと、外壁塗装だと思う。はいはいはい。なんかペンキ扱ってたのよね、うん、おそらくだけど。そのペンキの匂い、うん、言ったらシンナーの匂いって昔から言われてたと思うんだけど、うん、マッキーペンの匂い、うん、あれめっちゃいいよね。あ、吸いすぎるとなんか多分ダメなんだろうね。多分ダメなんだろうけど、ふわーんとしちゃうかもしれないけど、そうそうそう、あれちょっとマッキーペンの匂い、ちっちゃい頃、小学生の頃ずっと嗅いでた、うん、たまになんかね、授業で太いやつ、うん、あの学校に置いてあるやつ、あ、ある、ね、渡されてからさ、うん、あれずっとこうやってくんかくんかしてた、うん、まず小さい時はバニラエッセンスの匂い嗅いでたな。あれ気分悪くなら空腹をしのいでた。それでそれなんかちょっと悲しいエピソードにも聞こえるから、ね、貧乏だった多分ちょっと貧乏だった、うんうんうん、でさ、はいはい、沖縄大好きさんは、はい、ザーさんの曲ですとって。ザーさんですよ、ザーさんですよって。ザーさんって誰？花澤香菜さんですね。あ、花澤香菜さん、はい、可愛かったなって言ってる、うんうん、え、もしかして何可愛かったなとかって言ってるってことは今年の兄様で出演してたのか。見たの？
え、見たの？わかんないけど。いいな。ペーターさん、ありが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11?11 いないか、ペーターさん、これ。ありがとう1。グレタマさんも、ありがいっぱい送ってきてるし。ありがとうございます、でも。ありが通過していってるよ。ねえ。このツイキャス。ねえ。あ、う、り、ん、だらけ。はい。埼玉の郷さん、ペンキ、シンナーやんにって。ですよね。シンナーかじゃ結構やっぱり、混合湯の匂いもいいよってよ。混合湯？うん。温泉？混合湯？混合湯って湯じゃないよ、油だよ。あ、混合油。あ、混合湯って言わない？これ、混合油っていうの。はいはいはい。俺完全にあの混合かと思った。あ、本当？うん、違うよ。あのね。あ、じゃあ沖縄大好きさん、今年の兄様で見たのでって。みちょーん羨ま、羨ま、この羨ましいやつね。ロアさん、ロアさん、はい、私の嫌いな匂いは王侯のおならですそれも愛しいとかじゃないの？だからよ、そこは好きに好き、あ、でもおなら好き、好きかな、どんなかな嫌いなんだ面白いみんなハッシュタグ王侯のおならって埼玉の郷さんトレンド取るかもよ。トレンド取るかもしれん。ああ面白い。でねでね、うん、あのね、金沢かなさんは名前の通り花のように綺麗な方でした。あらインチキ。旦那の小野なんなん健翔さん羨ましいぞって。あ本当よね。うん、いいね、はい、いいね。エンディングいきますよ。はい。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、ありがとうございます、はい、今日も、はい、本日は好きな匂い、嫌いな匂いというテーマでお送りしてきましたが、はい、はい、皆さん、あの旦那さんのおならが嫌いだったり、はい、ちょっとね、楽曲紹介中に、うん、はい、とんでもないこと暴露されてましたけど、ね、大光さんどうするおなら嫌いってよ匂いだからね。まあ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 、ね。いや、匂いだからね。おならは確かにね、やっぱり嗅いで、そんなね、わーってなるものじゃないけどね。あ、でもなっちゃんはさ、なっちゃん変態なのかな、おならさ、うん、匂い嗅いでさ、わーってなるときあるよ。あ、そうなの？うん。まあ、ケンタさん、いつおならしたの？俺は、あんましないよね、多分しないよね。うん、多分してないと思う。してない？我慢してるわけじゃないんだけどね。あんま俺、夏美さんの前でおならしないな。でもその健太さんがおならするとき、わおーってなる。そうそう、ごめん出たって言うよね。出た時は。そうそうそう、うん。面白いの。力入れてない場面なのに健太さんおならするの。どういうこと？重いもの持ち上げたときにプッとかさ、うんうんうん、そういうだったらさ、ちょっとさ、うんうん、あの、なんかわかるけどさ、健太さん普通に寝転がってるときにさ、プッてやってからさ、今力入れるとこじゃないのにって思ってわーってなる。分からん。普段もしかしたら力入れて我慢してるっていう可能性あるよ。本当？うん、それでリラックスしたときになんなんでそんなし、なんかちょっとエンディングである種エンディング性癖暴露みたいな、ね、埼玉の郷さん、僕はヒッチプッププップしてるぜって空飛ぼうとしてん違うのロアさん、はい、王子お風呂に入ってましたって。あ、本当？そっか王子さんもお風呂から上がったら聞いてくれたら嬉しいな、はい、健太さん、はいよ、沖縄大好きさんね、うん、今週の日曜日はラブライブスーパースター、うん、3期放送されますぜって。え、マジで？俺一期も見てないんだよ、全然忙しくてもうずっとね、見ようと思ってさ、待機してるんだけどさ、全然見れてないんだよ、アニメとか。もうだからさ、大変大変、かろうじてなっちゃんが今日家にいたから、あの
鬼滅の刃見た。うん、ちょっとアニメ見る時間作りたいんだけどね、うん、なんか日々の忙しさに忙殺されて、そう忙殺されて、なかなかね、新しいアニソンもなかなか聞く暇もなくてね。そう、うん、それでさ、パソコンも壊れちゃってさ。そうなのよ、ね、誰かパソコンください。くれしてる。誰かパソコンください。大丈夫です、パソコンは買います。あ、そうですか、はい、はい、買います、はい、すいません。ボリボリ、はい、はい、それでは、メンヘラ城ここいらでお開き、はい、今日も元気に予約中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。